カンボジアのマストです。今日は全日本ナショナルチーム内田選手が来てくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。自己紹介お願いします。はい、チームカンタマンの、リクムです。お願いします。お願いします。この間ね、ソフトテニスマガジンさんの記事を見たんですけど、なんか元光栄だったっていうことを、ね、はい、聞いたんですけど、はい、まあ、その元光栄だったということで、まあ、今回はね、はい、内田選手のフォアハンドストロークをやってほしいなと思います。はい、まあそうですね、4本ぐらいは軽く当てるんじゃないかなと思うんでカメラにね、4本ぐらい当てるということで、4本ぐらい多分いけると思うんで、このね、アレコートに入れることなんてもうね、朝飯前だろうから、そうですね、今回はね、内田選手のフォアハンドストロークやっていきたいと思います。お願いします。レッツゴー。レッツゴー。僕が意識していることは2つあります。1つ目は脱力することです。僕は自分自身パワーがないタイプなんで、しっかりと力抜いてコントロールすることを意識しています。そして2つ目は深いボールを打つことです。あまり後ろでストロークすることがないので、ストロークはレシーブとかが一番多くなってるんですけど、いや、深い球を打って相手を崩すということを意識しています。以上です。
意のね。ほら、ありがとうございました。ありがとうございました。宣言通り本当に4本ちょうど買ったら買ったんですね。なんか偶然というか。すごいね。本当に。そうですね。でもあんなもん狙えるもんね、簡単にね。いや、まあ、狙えるから今4本当てて、それ以上はいいかって感じだった。運が良かったですね。はい。このような状況ですが、少しでもテニスができるっていう環境に感謝して頑張っていきましょう。藤原選手はね、もう本当にもう昔から世代のトップ選手として活躍していて、まあ、今もね、現役ナショナルチームとして活躍している選手なので、ぜひ、フォアハンド、特に左利きの子、なかなかお手本になる選手、周りにいない子もね、多いと思うので、ぜひ参考にしてみてください。この動画がいいねと思ったら、高評価とグッドボタンを、ね、お願いします。今日もご視聴ありがとうございました。一緒じゃん。高評価でグッドボタン。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。よろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。自己紹介お願いします。はい、ちょっと今のカットしないでください。いや今のはダメだ。違う違う。